西日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道金沢支社西日本旅客鉄道、金沢支社がある JR 金沢駅西第1、NK ビル、西日本旅客鉄道金沢支社は、石川県金沢市にある西日本旅客鉄道の支社の一つである。かつての日本国有鉄道金沢鉄道管理局の流れを組む、鉄道管理局中部地方も参照。 西日本旅客鉄道年表及び、鉄道部遠隔も参照福井県、石川県、富山県の北陸地方三県全域と、京都府舞鶴市の一部、並びに、新越地方の一部を管轄している。JR 西日本では当事者が管轄するエリアを、北陸エリアと定義している。2015年開業の北陸新幹線、糸井川駅金沢駅間については、 まず2013年6月に、金沢市社内に、北陸新幹線開業準備室が設置された。開業時点での新幹線管理組織は、新幹線運輸化、新幹線車両化、新幹線施設課、新幹線電気化が設置されている。新幹線企画路線のみの管轄となる新幹線、鉄道事業本部を除くと、JR 西日本の支社で唯一路線記号を採用していない。 厳密には、新引田駅と敦賀駅のみ路線記号制定区間に含まれるが、近畿エリアの扱いであるため、金沢支社では、駅ナンバーを表示する、前日2駅の中式駅名標、521系、電車内の LED 式案内表示期、2019年10月の運賃改定で更新された運賃表を除いて、旅客案内に採用していない。 2019年10月改定後の運賃表では、金沢支社管轄区間は、北陸本線は青色、その他の路線は灰色で、近畿東括本部管轄区間は該当する、路線記号とラインカラーで、JR 東海エリアは大色で、愛の風と山鉄道は緑。路線 JR 西日本では、営業キロエでの支社協会を駅で区切っているため、該当停車場を協会駅として扱う。 金沢支社が管轄する路線は次の通り。なお、がついた路線は、全線が管理区管内に入っている路線である。駅数についての注釈なお、国鉄時代の金沢鉄道管理局の管轄は、金沢支社のそれと以下の点が相違する。JR 西日本では、主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅としている。金沢支社管内の管理駅と、その管轄範囲は次の通り。 夏季以外の駅は、鉄道部、地域鉄道部が管轄している。館内の地域鉄道部、鉄道部は、下記の通り。館内の車両基地は、下記の通り。ありがとうございます。